『BAFM78』はいというわけでねいよいよ今週からスタートしました私桜塚哉くんと私のバンド美女メンバンドブロッサムのラジオ名付けてブロッサムミュージックスタートだ わけで、ね、いやいやいきなりテンション上がってしまいましたけどねなんと今週からねあたいとあたいのバンドのみんなでラジオ番組が始まりましてねまあ今日は第1回目ということで早速ねゲストを呼んでみたいと思いますねはい <laughs> メンバー出てこいやおら <laughs> こんにちはこんにちはこんにちは <laughs> あのね2人ともねあのねちょっとね喉の,の調子が悪いんですよあのはい自己紹介してどうもギターの夏きです はいどうもベース担当しているよりですはいねえいやーちょっと今日はねあのメンバー全員じゃなくてですね最初にあのギターとベースのねあの2人が来てくれたんですけどねまあまずね本当にうちらビジョメンブロッサムっていうのは一体どういうグループかっていうのねちょっと紹介していきたいなと思いましてまあねあのー、まあ、簡単に言うとですねそうですビジョメンブロッサムっていうののはですねあのー、値が ミュージックバースという TBS の、ね、音楽番組でオーディションで集めたなんと女性よりも美しい男性で結成されたバンドですね値がボーカルのヤックンでギターの夏ツとベースのいおりそしてキーボードのトールちゃんとドラムの類い5人で結成されてるバンドですねでなんとねうちらのデビュー曲今後ろでうっすら流れてますけど実はこの曲はですね あのアルフィーの高見沢さんが作ってくれた曲なんですね,ねこれを引っさげて大々的にデビューしてやろうとでこの番組はですねそんなうちら5人がどうやったら売れるかどうやったら武道館で華、ね、々しくライブができるかっていうのをねちょっと探っていきたいというね<お>そういう番組ですね<お>そのために,、ね、ためにあなたたちもしっかりとあのいろいろ考えで協力してね、うん、はい、はい 美女メンのブロッサミュージック With 桜塚やっくん and ブロッサル今日はね、あのー、第1回目ということでもう楽しく自己紹介がてらにね、あのー、最近あったエピソードなんかをね話していきたいなと、ねはい、まずそうね自己紹介しよっかねあたいは桜塚やっくんと申しましてまあまああのー、ねあのスケバンの格好でね芸人もやってますけどここではもうアーティストとしてボーカルとして頑張ってますんでね皆さんよろしくお願いしますねそして ギターなつきですねこちらのほうじゃあ本人に自己紹介してもらいましょうかう、はい、んどうもはじめましてなつきって言うんだなああ。うん僕も普段はねちょっとねいろいろやってんだけどねここではギタリストとしてね行くからねみんなよろしくねあははい次はベースのいおりくんどうぞ <laughs> <laughs> はじめましてやっくんのオーディションで見事合格しえー ベースを担当すすることになったイオリですよろしくそう本当はね、うん、あのー、いおりをねメンバーにするときにですねいおりがオーディションに来たときコギしか弾けなかったのよそうなんですだってバンドで、うん、ねオーディションバンドオーディションのんでアコギ持ってくるんだってね <laughs> 完全に人の弾き語りだろうかと思って <laughs> だけどあの最初はね正直落とそうと思いました、ね、<ー>だけれどもはい女装が似合うんだよとにかく、うん、美しいそう ね、あのこういういスタジオではね素顔で来てますけどねこの素顔も正直イケメンですねメンバーの中で一番イケメンだと思いますありがとうございます変態ですねはいあのー、<態>超豊島好きですよね <laughs>、はい、スーパート島好きとい,いあのストライクゾーンが広いだけああなるほど <laughs> どんな大暴投でも打てるとねまあでも本当それであのやっぱりメンバーにどうしてもね残ってもらいたくてこの美しさはもったいないなということでベースを できるならベースやるならいいよって言ったら<ー>その次の日にすぐベース買いに行ってもうベースでやりますって言ってこのね、情熱にもう負けましてもう即メンバー入りですよ努力家ですね,ねであのギターの夏樹はですね、うん、正直まあ 女装がとにかく似合うんですよ。とにかく似合うんです。あの正直あたいが今までやってきたやっぱり人の中でねナンバーワンかな。うん、すごい。そうそう。すごい。最近若干ねお腹に肉が出てきてね。あのそこをね早く痩せもっともっと美しくなるんですけどね。でも最近ね痩せたのよ。なんで痩せたかですかね。あの実はあのうちらね初ライブを上海でやってきたんですよね。上海、上海バンでやってきたら。 あたいはライブの後疲れてすぐ寝ちゃったんですけど、はい、みんなは夜中に起きてあのラーメン食べに行ったと <laughs> でラーメン食べてガツガツ食べたらそのラーメンのスープでお腹壊して全員下痢あたいは寝てたからあのラ、ね、全然下痢にならなかったですけどね、うん、そこでね 夏希、うん、が超下痢になりましてね一気にたぶん5キロぐらいやたんじゃないかな<う>相当ねやったん今現在も今現在もなの僕もまうわーっえっマジでっていうかね本当トいい土産もらったね君たちは <laughs> 中国からホン <laughs> にそうなんでね、まあ、せっかくですからこの中国の上海万博のちょっと話しようよ、はい、上海ってこんなことがあってあんなことがあって大変だったとかさ、うん、飛行機が飛ばなかったうん 飛行機が飛ばなくて、うん、当日にまさかの台風で、うん、うちらが乗った便だけ飛ばなくてそう上海行きの便が全然飛ばないんだよ、ね、すごかったですねでみんなでしょうがないからギリギリまで待ったんだよね、うん、空港の中でそしたら飛ばないからもうみんなでこれどうなるんだっつったら空港止まりだってなってね <laughs> びっくりして力抜けますも、ねねうんね 飛んで向こうで上海の美味しいもの食べてさでみんな下痢になってたはずで下痢になってみんなでお腹痛いっていうはずだったんですけどなんとねだから2泊3日が1泊2日になっちゃったもんねすごいスケジュールでしたもんねすごいスケジュールだったしあ僕は辛いというかね上海に着いてからびっくりしたことがお何バイク乗ってる人がヘルメットかぶってないって そうなんだよね。あれはびっくりしましたね。そう。しかも、歩道走ってるでしょ。むちゃくちゃでしょ。あの、中国の方たちは。ね。しかも、歩道走って、ね、めっちゃやってないのに、パッ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 ってさ、クラクション鳴らして、お前らどけよみたいな感じでさ。だって、チャリンコも普通に、あれだもんね、道路、道路真ん中。真ん中走ってますそう。で、車、チャリ、車みたいな感じでさ、信号待ちしてるしさ。なんだこの人たちだと思っちゃってね。 覚えてきたよちゃんと中国語「w o m e n b u s z e n o u t 私たちはお釜ではありません」これ言うと中国語にドーンとって受けたもんねああそうですそうそを支援。ね、お金ちください <laughs> お金くださいお金くださいっつってそんなことばっかり覚えちゃってっていうね <laughs> でも笑ってますよねねえそうそう意外とね、うん、あのその日の前日成田でね泊まるはめになった時に、うん 中国語を一生懸命教わってメンバーの徹ちゃんがなんと中国語喋れるからねああそうその徹ちゃんに教わってちちお金くださいっていう中国語伝わったからね<ー>いや本当良かったと思いますけどね<ー>じゃあねここで早速ですけどねいろいろお便りがもう早速届いてますんで第1回目なのにもうお便り来てるんだよなのでね 早速ですけどどん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 ね気になりましょうじゃあまずはラジオネームなおりんさんからねおなおりさんはいやっくんはじめ美女メンブロッサムの皆さん新番組スタートおめでとうございますねはいありがとうございます風の便りで知りましたが皆さんモノマネがお上手だそうですねえっもうそこで得意なモノマネをぜひとも披露してくださいとえっマジでナッチのミッキーとか聞いてみたいなっつってナッチ頑張ってもうやってんじゃねえかもうやってんじゃねえかそれミッキーでしょうん そうだねああ <laughs> あのね <laughs> ごめんごめんミッキーああとか言わないよ <laughs> そんなこと言わなくない夏樹 <laughs> はミッキーのほかにもなんかできるうん<ー>あれやれよ得意の森進一ああ森進一です <laughs> 全然違うない <laughs> 森進一ってもっと低いんだ、ね、びっくりした 森なんで顎しゃくれてんだよ森進一しゃくれねえよホントにどうなんすかルパン三世さんはおいおいらルパン三世何やらせんだやらせんだマジルパンとかお前はるだよお前はるだよ銭形真似するなえじゃあちょっとイオリはなんかないのモノマネやっぱりね人生生きてきて1個や2個はできないとダメですよあ僕ね名探偵コナンのお ゴロのものまねできますよおおじゃちょっとやってもらいましょうじゃあいおりでモーリーこころ3219おいこナなあちょっと似てる似てるでしょこれねちょっと自信あるんですよなるほどいや悪くないと思います値はね宮迫さんができるお前何言ってんだお前そっくりめっちゃ似てるいいでしょ次のねやっくんそして美女メンブロッサムの中の今日来ている人こんばんは ラジオ番組のスタートおめでとうございますさて早速ですが今日来ているメンバーの方に質問ですもし自分以外の美女メンバンドのメンバーが女性だったらその中で恋人にしたい人妻にしたい人妹またはお姉さんにしたい人は誰ですか宮城県ラジオネームはザクラさんですねはザクラさんはいじゃあこれ夏き。まずは恋人にしたい人、はい、恋人って難しいですよ、ね恋人は難しい